ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではね、仲間を連れてまいりましたので、シャッと終わらせましょうね。4人いれば文字を超えるからな。もう一段上、了解。さてどれかな。これよりさらに上か。いや、誰だ貴様ら。引導を渡すかっこわらだろ。やってやろうじゃねえか。応援トラジャー、サミダレ好き、メラミ特技貯める。強いのかな。あんま強そうに見えないけど、ダン。あ、結構でもヒットポイントあるね。今200は食らわしてるからね。おお、仲間ベホマ、スライムがまずい。それはまずい、それはまずいぞ。ベホマスライム行こう。イオラに変えてベホマスライムを攻撃しよう。ベホマスライムはまずいって、一生戦闘終わらねえもん。やばいだろ。イオラ先行、イオラ来い、イオラ、イオラ。いや、オッケー、回復しないでな。でもダメージ55ってすげえな。強くね？やばい、なんかミリア狙われてるぞ。ベホイミ。メラミで落ちると思うんだけどな。これ必殺ってこうか。おりゃ、オッケー。引導を渡してやったぜ、こちらがね。これかな、止めれるの。お、止めれたらしい。割とあっさり止めれましたね。さてと、装置を止めたということは結界がなくなっているから、任せろ、やってやろうじゃねえか。普通に開いたね。おお、任せろよ。プリズンブレイクといえばこのベジータですよ。あ、回復できる。お、ありがてえ。回復しなきゃいけないほど消耗はしてなかったけど。いやその前にいいっすか、宝箱。ダメか。さすがに。さすがにダメだったか。じゃあ行きますか。虫キラーがもう一匹迷い込んだか。それは、ガナンの紋章をなぜ貴様が。おお、このアギロって人強えんだな。体でっかいもんな。さあやってやろうじゃないか。4人揃えば文字を超えるぜ。任せろ。あ、間違えた。俺間違えたね。トラジャじゃないね。ミリア、スカラ、ピオリム、特技、貯めるか。さあ、やってやろうじゃないか。いつも通りの戦法でいきましょう。まずは素早さを。早えな。レベル24でもプラスより先に動くのか。敵を振り回した。強っ。応援ベホマラー。いや、ここはバイキルト先だろ。からの攻撃。とりあえずテンション50。
メホマラ先生できる、オッケー。じゃあピオリンはもう打たなくていいのか。ドンドンと。つえー。いやー、マジか。プラス必殺チャージ。応援、ベホイム、そうですね。ルカに効かないよね、メラミ。特技、貯める。痛恨はやべえだろう。メラミ、91、結構効くな。魔法に弱いか。ただ、体でかいからな。ヒットポイントは半端じゃなさそうだな。特技、応援、呪文、ベホイミ、呪文、メラミ、攻撃。さあ、行きますよ。メラミ。ベホイミ。2回攻撃。強っ。強っ。応援、ベホイミ、メラミ、貯める。もうハマったね、完全にね。もう完全にハマりましたね。これはもう大丈夫だな。必殺チャージ。力を貯める。あっちも貯めてきた。これやばいかな。応援、スカラ、メラミ、攻撃。早くスクルト覚えたいな。スカラ、メラミ。将軍やっぱヒットポイント高えな。あ、これはまずいだろ。あ、でも意外とそうでもなかったか。スカラが入ってたからかな。応援、ベホマラ、貯める。力貯め。メラミ、ドン、ドーン。強い。この戦法やっぱ強いな。じゃあ、縦スキル上げまーす。怒りのタトゥー。問題なく倒せましたね。3分切るぐらいじゃね？帝国将軍ともあろうものが。ただの魔物じゃない。うん。どうやら、死者を生き返らせて兵士と化してるみたいですね。やはりここにあったか、俺のホイッスル。じゃあ自分はこっちを。最後の鍵、やったー。これを待ってたぜ。まあ最後の鍵でいろいろと物がゲットできると思うので、まあ裏でね、それは回収しておきましょうね。とりあえず探索を進めて、お、レシピありそう。いいね。いいね。いいね。え？雇われコックさんいたんだ。こんなところに。早く逃げろ。逃げるなら今だぞ。なんかあるな。見てくれ、ダル。特別な連中。何？その眉みたいなものの中に天使たちが囚われてる。おお。マジか。あ、あの翼にこう閉じ、なんていうのかな、翼をこう閉じた状態で捉えられてんのか。多分そういうことだな。なかなかグロいな。眉みたいでちょっと怖いぞ。虫は苦手なのだよ。
解放、解放なう。あとお一人。結構捕まってたんだな。解放完了です。よし。ダル・アギロと研究、協力して天使たちを外に連れ出した。お前らだったらどうして逃げてないんだよ。だらしない奴らだ。破滅の羽音が。やばい、闇竜来た。闇竜かっこモグラ竜ボロボロス来たぞ。やばいやばい。逃げろどうやってなんとかするんだよ。逃げろー。どうするの？どういうこと？あ、もしかして。確か雇われだったよね、サンディって。嘘。店長。天の箱舟の責任者アギロ運転士。うわマジか。じゃあこの人も妖精かなんかなの。わお、まさかの展開だったな。なるほどね。世話になったな。いやいや、天使界から地上界に降りた天使たちが帰ってこないっていうのはこの帝国兵たちのせいだったんですね。カデス牢獄のこと、バルボロスが蘇ったこと、そしてイザヤールが、では行って参りますか。じゃあ今回はとりあえずここで終わっておきましょう。最後の鍵もゲットできたっていうことでね、まあ裏作業は少しはかどりそうですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、もうちょっと行くか。長老と話し終わったところから、終わったところで、パートを得た方が、間違えた、後々話が展開させやすいんで、裏でね。よしよし、じゃあ村長、村長、長老思い、確かこの辺だったよな。降りてって降りてってこれかな。Thank you.
噛みついてんな。いやいや。なんと。しかし女神の果実はこの通り天使界へと戻っておる。一体何を考えているのか。反逆の反逆か。二重スパイなのかな。どうなんだろう。天使界にはこう伝えられておる。神の国への道を開かれ我ら天使は永遠の救いを得る。そして道を開き我らを誘うは天の箱舟。神の国、今度は神の国へ行くのか。いやー、話が展開するね。地上天使界。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。